コロナクーペは、トヨタ自動車が生産、販売していた、ノッチバッククーペ型の乗用車である。コロナの名称を冠するが、同時に登場した、セリカ、カリーナ・イリーとシャーシを共有する姉妹車であり、世代系とは全く別物の車である。コロナシリーズ全体としては、通算8代目。1985年8月に登場。ボディタイプワニドアクーペ。 駆動方式は FF のみ。同時に登場したセリカ・カリーナ ED の姉妹車であり、T140 型コロナにドアハードトップの後継車両。また、セリカのラインアップがリフトバックのみとなってクーペが消滅したため、その穴を埋めるためとスペシャルティカーを持たなかったトヨペット店のラインナップ強化が導入の目的であった。実質的には、 T160 型セリカの日本国内向けのノッチバッククーペ版にあたる。しかし、セリカと4ドアハードトップクーペのカリーナ ED ディの売れ行きが好調なのに対し、同 T160 型セリカ譲りのスタイリッシュなスタイルの割に、セリカとカリーナ ED ディの影に隠れる感じで、コロナクーペの売れ行きは不調であった。エンジンは、姉妹車と共通で2.0リットル DOHC16。 バルブ EFI の 3S ゲル、1.8リットル、最致 C8 バルブセントラルインジェクションの 1S ウル、1.6リットル DOHC16、バルブ EFI の 4A ゲルの3種であった。1987年8月、マイナーチェンジと同時に2.0リットル DOHC16、バルブエンジンの 3S フェル型が追加され、1.6リットル車が廃止された。 1988年5月、1.8リットルエンジンが 1S ウィール型から1.8リットル DOHC16、バルブの 4S フィール型に変更される。これにより、搭載エンジンが全車、DOHC 化されることとなった。1989年4月、2000VX ベースの特別使用車が追加される。1989年8月、生産終了。 以降は在庫対応分のみの販売となる。同年9月をもって販売終了。新車登録台数の累計は34,580台後継者として、4ドアハードトップクーペのコロナ液部が登場。セリカをベースにしたノッチバックのクーペモデルは一旦消滅するが、後にトヨタビスタ店及びトヨタオート、沖縄専売のカレンとして間接的に復活する。 ありがとうございます。